災難オリンピックスポーツセンターは、中華人民共和国、山東省災難市の東部にある総合スポーツ施設で、ある。敷地は81ヘクタール。中心の施設である6万席の災難オリンピックスポーツセンタースタジアムに加え、1万席の体育館、4000席のテニスコート、4000席の水泳場があり、6万平方メートルの正方形の広場がある。 災難オリンピックスポーツセンターの特徴的なデザインとして東に西流と言われ、東側に位置する体育館、テニス場、水泳場がレンの花を表し、西側のスタジアムが柳の葉を表している。レンの花と柳の木は災難種の花と木である。災難オリンピックスポーツセンターは多目的スポーツ競技場である。敷地の西側に位置し、西流と言われる スタジアムの外壁は柳の葉のようなデザインとなっている。2009年4月にオープンし、2009年10月に第11回中華人民、共和国全国運動会の開会式やサッカーの試合、陸上競技に使われた。6万人の収容人員がある。2011年にはロンドンオリンピックサッカーアジア予選女子最終予選の会場として用いられた。 ありがとうございます。